皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1998年公開の、Life is Beautiful。英語題、Life is Beautiful。監督はロベルト・ベニーニ。脚本はヴィンセンツォ・セラミとロベルト・ベニーニ。主な出演は、ロベルト・ベニーニ、ニコレッタ・ブラスキ、ジョルジオ・カンタリーニ、など。1939年、ユダヤ系イタリア人のグイドは小学校の教師ゴーラに恋をする。彼の純粋さに惹かれた彼女は結婚を承諾。やがて可愛い息子も生まれ、三人は幸せな日々を送っていた。そんなある時、彼らに突然強制収容所への収監命令が下る。というストーリー。ものすごく感動したわけではないが、とてもいい作品。当初はロベルト・ベニーニの笑いが少々うざく感じたが、後半、グイドの父親としての優しさが心に染みた。ナチスのユダヤ人強制収容所を題材にした作品はたくさんあるが、本作は反戦映画というよりも父親が子供に何をしてやれるかということがテーマ。収容所の生活の描写についても、悲惨さを映像等で直接的に見せるのではなく、全体的に笑いを踏まえた軽いタッチで描かれている。これは幼い息子の視点で物語が語られているからだが、この軽さが後々効いてくる。グイドの運命については賛否両論があろうが、ああしなければただのコメディタッチの悲惨な家族物語になってしまうので仕方ない。ということで、評価は。Thumbs up.